よ。皆さん入部おめでとうございます。スターリーパレット星野クレハ役のギョス鈴木優斗です。皆さん入部おめでとうございます。辻司海斗役の増田俊樹です。はい、ということでこのスタパレディオはアイドルプロジェクトスターリーパレットをより近くより熱く楽しむためのラジオ番組となっております。ということでスターリーパレット略してスタパって言うんですって、ね、それのそう、それにレディオをかけてスタパレディオということで、なるほど、覚えやすいな、ね、覚えやすいですよね、うん、ということで始まりましたよ、はい、第1回目ということで始まりましたね。ねえ、僕たち2人でやっていくわけなんですけれども、だってこうやってレギュラーのラジオを組むのは2人初めてだもんね。そっかそっか、なんかこうちょこちょこ単独で、そうそう、限定的なラジオでは、ね、1回2回とかやったことあったけど、うん、ね、年齢も近いということでね、うん、近いで一緒や、一緒か、一緒になったんや、そうだな、一緒になったんやな、この前つい最近早生まれだからね、マスターがね、ですぐまた1個上がるの、そうそう、1個上がる27になっちゃいますけれどもまあまあそんな感じでね、楽しく、お届けしていくこのラジオなんですけれども、はいはいはい、まあ、後々詳しく紹介していくんですけれども、うん、こちらスターリーパレットは学園のアイドル部を舞台にした作品となっております。ね、皆さんはこのね、まあ、ラジオを聞いてくださってる皆さんはこのラジオでも部のマネージャーとして一緒に作品を盛り上げていってほしいなっていうふうに思います。お願いしますよ、ね、そうなんですよ、まあ、このゲームの中でも皆さん、プレイヤーの皆さんはマネージャーっていう立ち位置で他のキャラクターと関わっていくっていうことらしいんですけど、うんうん、ね、まあまあまあ、ちょっとこちらと僕たちの話なんかもしていきたいなって。そうですね、まあ、第1回目ですから、はい、まあ、要するにスタパーを興味持って見る方もいれば、うん、まあ、僕らのことを知ってる方もいると思うんですけども、ね、はい、改めてね、そうですね、うんうん、まあまあ、僕鈴木優斗はですね、はいはいはい、まあ、そうですね、一言で言うなら、まあ、結構皆さんからは割とこう、なんだろう、結構乙女系みたいな感じのイメージを持たれがちかなって。好きなゲームが乙女系。そう、乙女ゲームがまあ好きだったりとか、まあ、結構ね、うん、昭和のアイドルが好きだったりとか、うんうん、趣味は割となんかちょっとこう 女性的なものが多かったりとか、うんうんうん、まあまあするんですけど、まあそんな僕もね、10代から仕事してますけど、もうすぐ27になります。 おめでとうございますということで、しっかりしていかなきゃなっていうふうに思ってるわけですよ、ね、より良い30を迎えるために、まあこうジムに通ってトレーニングしてみたりとか、おうおうちょっとね、男らしくなりたいななんて、まあ思いつつ、そんな発言をしつつも丸5年ぐらい経つんですけど、ジムは絞るため、それとも筋肉をつけるため。そうだね、まあそんなにムキムキにしたいっていうよりは、うん、まあちょっとこう絞って、まあちょっとこう程よい筋肉かなっていう。でもさ、うん、俺優斗はもうちょっと筋肉つけた方がね、顔には合うと思うんだよ、うん、あ、そうか、だってわ結構濃いめのワイルドじゃん。そうかな、あ、なんかね、そうかな、外国人顔。あー、それたまに言われたりとかしますけどね、うん、まあ意外とでもね、こうちょっと骨太な感じはあったりとか、あった方がなんか俺かっこいい気がする。そっかそっか、じゃあマスト氏が言うなら、じゃあ筋肉つけちゃう筋肉ちょっとね、うん、あんまりムキムキになりすぎると、体脂肪率 7% なのに筋肉、あ、じゃあ体重70超え、うん、いや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 、 7% で70超えって結構筋肉、相当な、もうタンパク取りつつなやつでしょ、それ。いけるいける、ストイックにやるやつでしょ。それちょっとね、声変わっちゃうか。そうだね、イメージちょっと変わっちゃうかもしれないクレハ君の声がどうも楽しく笑顔をモットーに、それはちょっとね、爽やかさが売りですから、はい、なのでまあちょっと爽やかにねやっていきたいなと。そんな爽やか、はい、ゆうとくんでございますね、はい、そうですね、じゃあ増田氏の紹介なんかは。はい、僕はですね、スペースクラフトという事務所に所属しております。あ、そこからね、はいはい、まあまあ、ほらほら、事務所で人を選ぶ人もいるかもしれないけど、聞いてる人が、え、スペースクラフト聞いたことないんだけどって言われたら、やめようよ、すいません、覚えてください。関係ないですよ、はい、増田俊樹でございます、はい、まあそうですね、自己紹介ってなんだろうね、なんかね、改まってするとかってなるとちょっと難しいけど、まあ好きなものとか。だって俺デビューして、うん、デビューというか、まあ事務所に決まって 1,2 年ぐらい経った時に、うん、これでもし仕事が続かなくて事務所辞めさせられた時に、うんうんうん、もう一度事務所のオーディションを受ける時に、うん、自己紹介とか言うじゃん、うん、あ、絶対無理だって思って、絶対落ちるもんかって思ったもん。そっかそっか、無理じゃん、うん、特技はなんとかです、趣味はなんとかです、僕は何でできます、何も持ってないから。あんまり、じゃあそこないのか。うん、ない。まあ、強いて言うなら趣味はゲーム。あー、ゲームそうだね、やってるゲームが大好き、ね、結構ね、うん、あとは趣味を増やすことが趣味、最近。あー、そう、いろいろ趣味を増やしたいんですよ。ちょっとなんか増えた、ね、成果は最近だとね、あ、ちょっと前になるけど、ボルダリングが好きで。いいじゃん。あ、つい最近はね、サバゲ。お、結構じゃあアクティブにね、なんかインドアのイメージがあったんだけど、うん、そうそう、最近はね、割とアクティブに外に出てって感じだね。まあでも基本インドアなものが、まあ、そっか、多いんだけど。意外と。そっか、あと最近ね、謎解きが好きになる。おー、うん、全然解けなくて悔しくて、うんうんうん、もうアプリにね、3つぐらい謎解き系のアプリ、1個もクリアできない。すぐにサイト見て答えみたいな
それもっと頑張ろうよ、もうちょっと。そう、いやほらこの作品にも出てる蒼井翔太さん、うん、と一緒に東京から大阪に移動中に、うん、ずっと謎解きやってて2時間半ぐらい。そっか、移動の時間とかででもいいよね、ハマっちゃうよね。そう、2人とも衰弱する。衰弱、あの頭使いすぎて。まあそんなね、うん、頭が弱い系男子、増田俊樹です。お願いします。いいのそれで。大丈夫、正しい、嘘じゃない。まあまあまあ、気楽にね、気楽にやっていきましょう。はいはい、頭いい2人ではないっていうことはじゃあ分かっていただけたと思うので。え、まだ鈴木優太の頭悪い部分出てないじゃん。いや頭悪いよ。本当にやばい。多分この後出てくよ。本当にどんどん出てくよ。お互いいじり合おうぜ。そうだね、いじり合おう。まあね、こんな2人なんですけども、はい、まあね、仲いい感じで皆さんにも感じ取っていただけるんじゃないですか。そうね、ね、早く飲みに行こうよ。飲みに行こうよ、うん、そうだよ、お家も遊びに行かしてよ。遊ぶとさらにね深まるから、うん、そうですよ。そうそうそう、はい。まあこんな感じでお届けしたいと思います、うん、ね、制作発表会にもこの間も一緒に出演させていただいて、ね、そこでね初めてスタパというものをねこう世に出したんですけれども、うん、どうでした制作発表会。怖かった。怖かった、うん、だってさ、うん、目の前にさ、うんうんうん、あのまあ、ニコ生といえどさ、うん、人が見てる人がいるってなかなかないじゃん、ま、プレスの方とかね、そうそうそう、記者の方とかがいて、うん、いてもお客さんじゃん、うん、みんなさやっぱさお客さんが優しいからさ、うん、ちょろっとしたボケでも笑ってくれるじゃん。笑ってくれるよね。もう笑ってくんねえよスタッフさん。そうだね、なかなかね。そうそう、でもあのね DMM さんの会社で、うん、すごい広い綺麗なとこでねやらせて、めっちゃ綺麗だったな。もらってなかなかああいうなんかニコ生もねない機会だから ね、あの僕らの楽屋の隣が多分あの新入社員さんの面接をしてて、そこにいる女の子がちょっと可愛くて、あの増俊さんはそういうのはもう言っていいことになったのね。もうえもう言っていいことになったの。言っていいことになったっていうか、そういう発言は別に女性が可愛いっていうのは別にいやらしいこと。そうかそうかでしょ。いやなんかね今までそういうのはいやらしくないけど、ちょっとその目やめて、その目。じゃあんまりそういう発言を聞いたことがなかったからさ、増俊からさ。あ本当、なんかあけすけにそういうさ、うん、あわかんない、それは他の先輩方がいたからかもしれない。あそういうことでなんかね新人がしゃしゃるのあんまやったから。そっかさ、 TPO をわきまえてたってことね、うん、ここだったら何でも言っていいから。そっかそっかそっか、だから隣にねちょっと可愛らしい、そう、ね、女の子がいたっていうのを覚えて、綺麗な、ね、面接官の方がいたよって。もう何の話だっていう話なんですけど、そうそうそう、まあまああのそれをゆうとくんの事務所のマネージャーさんに言ったら見に行っている。そう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 、そうなんです。まあこんな感じでスタパは楽しい作品ですよと、DMM さんも素敵な会社でしたよということをお伝えしたかったということで、ね、まあ、あのこんな2人なんですけれども今後とも皆さん、ね、よろしくお願いいたしま す。ということで、それではスタパーレディオ部活開始。この番組は DMM.com の提供でお送りします。さあ今回は記念すべきラジオ第1回目ということで、ここからはスターリーパレットがどんな作品なのかを皆さんに紹介していきたいと思います。そうだ ね。じゃあまずはストーリーをご紹介いたします。おい、お願いします。アイドル活動をする部活アイドル部、全国規模で行われている中、聖火学園は有名校の一つだった。しかしそれはもう過去の話。今の聖火学園アイドル部は弱体化する一方、そんなアイドル部に性格も目的もバラバラな9人の少年たちが入部する。この物語は夢と希望、そしてそれぞれの秘密を抱えた彼らの成長と絆を描いた青春ストーリーである、というのがまあイントロダクションということで、はい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 、ストーリー性があるという話なんですけども、まあそしてね、冒頭でも言ったように、はい、主人公、うん、まあ、つまり聞いていただいている皆さん、そしてプレイする皆さんですね、うん、まあ、アイドル部のマネージャーということで、で導いていくっていうことですね。そうですね、僕らを、うんうん、弱体化するね、まあ、学園でさらに部活でなんかこうね、うん、あの全国規模で行われてるってことは、うん、ある種アイドルでありスポーツのようなちょっとこう青春的なね、うん、そうですね、やっぱ青春、うん、ほとばしる青春っていう感じですよね。アイドルにかけるそのみんな9人バラバラですから、その信念とかもね、その信念を持ってみんなでこう一つのものにこう向かって頑張っていくっていうストーリーなんですね。なってますね、うん、そこにまあ要するにキャラクターたちがいろいろな秘密を抱えていて、ドラマチックな物語が展開されていくというね、はい、その秘密っていうところもまたあの今後ね、うん、キーになってくるみたいなので、気になりますね。気になりますね。僕はウォシュレットを使わないと絶対無理なんだ。あでも新しくないそれ。いやだから、うん、たまにちょっと古めのスタジオとか行くと、うんうんうん、普通にあやべやべトイレトイレうってやべ
ウォシュレットここない。あ、それお前の話なそれな。いや絶対ダメとは言わないけど、うん、ないとちょっと絶望を感じる。うーん、そっかそっか。いやでもその時に限って、あの切れの悪いものあのさ、やめてくんない本当に。もうちょい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 さ、本当にキレの悪いって何何の話。キレの悪い何が出てきて何がキレんの。ご想像にお任せします。お任せします。そこは何はキレないよ。まだやめてもダメ。本当にもうほとばしる青春よ。アイドルなんだから、アイドルなんだから、みんなでアイドル目指していく話なんだから。本当にキャラの説明お願いします。はい、行きましょうね、はい、ということで、まあまあ僕たち2人が演じるキャラクターをご紹介していきたいと思います。まず僕鈴木優斗が演じる星野クレハ君は、楽しく笑顔をモットーにしているムードメーカーな高校1年生です、うん、初対面の相手とも笑顔で話せる男の子ということで、まあね、もうこの絵の感じからもうニカってこう笑顔で、あの明るいね、すごくこう楽しいキャラクターになってるんですけれども、うん、もうクレハ君自体も人を楽しませることが趣味って書いてるぐらい、うん、なんかもうだからそういう性格はこうアイドルに向いてる天性のだね、ね、うん、ものなんじゃないかなっていう風に思うんですけど、結構ね、まあ、キャラクターっていろいろいて、クールなキャラクターとかもいると思うんですけど、まあ、なんかいい意味でこうそういうキャラクターも巻き込んで、うん、なんかやっていくタイプのキャラクターなんじゃないかなって、まあ、なんかセンターっぽいやっぱり、いやセンターだよ、ね、うん、感じはすごく持ってる子だなっていう風に思いますね。やっぱこう太陽な存在っていうのはいいよね、うん、太陽的な存在。そうだよね、うん、なんかまあまあ本当にこう誰もが思い描くアイドルのこう、ね、アイドル像っていうものに当てはまるよね、うんうんうん、なんかね、みんなをこう見てる人は明るく照らしてくれる。もう第一印象俺仲良くなれる気しないもん。なんで？え？普通なれるじゃん。だってグイグイ来るタイプでしょ。グイグイ来るのダメ、鬼が初見から来るじゃん絶対。あー、そう、でも僕はさって、うんうん、初対面から、うん、ダメなんだ俺苦手なんだよ。確かにさ、マストしてさ、現場とかでもさ、なんかすごいクールでスカしてるよね、うん、下向いてるよねずっと。怖いもん、ずっとさ、本当になんか灰になってるよね。灰って言うなよ、ダンスと言うなずっとさ、そうだよね。いやでもね、こういうタイプは、うん、俺はね、最近いろいろ、まあ26年間生きてきて思ったのは、うんうん、最初は仲良くなれない、うん、でもね、どん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 ね、あ、本当にいい人なんだって気づくと仲良くなれる。 でもさ、ちょっといい、これ、うん、自分の話だけどさ、うん、最初うちらもそんな感じじゃなかった？実際、うん、違うかな。嘘でしょいやここは乗ろうよここはさ、まずはさ導入部分だからさ、お客さんに勘違いされるのはさ、いや勘違いとかじゃなくて、いやそうだったよね、遅えよ僕テイク2だからさ、だからその最初はさ、それこそやっぱり僕の方から多分グイグイ行ってたと思うの、うん、まあ、出会ったの多分3年前ぐらいとかなんですけど、そうグイグイ来られた、グイグイ行ってご飯行こうよみたいな感じ で、マジで、そう初回から、まあ、なんかもうやっぱ年も近いっていうこともあって、年が近い人がいなかったから、この仕事をしてて、その当時って、うんうん、なんでこう、うわやっとその年が近い人と、しかもこう同じ座組でね、そうそうそう、すげえ近い、これから一緒に仕事していけるっていうことで、うん、嬉しいなと思って、まあ、連絡先すぐ聞いたもんね、うんうん、聞かれた、その時じゃあ結構迷惑だなって思ってた。いや連絡先聞かれるのは全然あ、まあ、大丈夫、うん、でもどう思ってた、印象的には。普通に仕事相手なんか一番嫌だねこれいや俺は最近やっと考え方が変わったんだけど、うん、やっぱ現場で初めて会う役者さんって仕事で出会った人たちだから、うん、そういうなんかプライベートの部分出して、お互いが仕事っていう目的を持ってるのに、そこに市場を挟んで、その仕事の、まあ、要するに成功率とか成功の度合いが変わってくるのが俺嫌だったのよ。わ、うん、かるよ、わかる、すごい、どうしたどうした、へこむなへこむな、すごいわかるよ、そっからの、そっからのストーリーがあるわけじゃん。いや大人じゃない、子供だよ大人だよ、で大丈夫だよ、まあ仲良くなりたいっていうのがあって、うん、メールでご飯行こうよって来たんですよ。それ僕が返したメールが、なんで、そうそうそう、そうなんですよ、なんでって返してきたんですよ。理由が欲しかったんですよ。だから理由いらないでしょ。だから今のプライベートのあれだったら全然飯食うだけで終わりじゃん、うん、でも飯食うのにじゃあ仕事の話をするのか、うん、仕事をする上で仲良くなんなきゃいけないのかとか、そういう何かがあったせいですごいね、いろいろ合理的にいろいろ考えてたんだね。そう、しかも年も一緒だから、うん、もう何も考えずに聞けるから、うん、なんでですかって、普通になんで。まあ確かにでもそういう話もねしましたけど ねでまあ結果ね、ここまでね、うん、それがあったおかげでいろいろ話せるようになったし、そうだね、まあまあまあ、あのクレハと違っていいことは思えないけど、何、いやクレハのパターン、今ね、まとめ方的にはクレハと僕が、あ、じゃあすごい近い存在だったんですね。続いて僕マサトシキが演じる何のクレハはすごくいい子、クレハはすごくいい子、鈴木優斗は、まあまあいい子、まあまあいい子、うん、まあいいや、じゃあそれでここは納得しとこね話がずれて、すごくいい子がいいの、すごくいい子ってわけでもないけど、本当、うん、すごくまあ、明るく楽しいやつと思われたいかなと思ってるから、そこを目指してるところなんだけどね、クレハみたいに
明るく楽しいやつ鈴木優斗だって大人だもん。大人か、うん、やめてよそういうの。なんか明るく楽しいやつは根っからの子供だもん、うん、ああそっか、言うとね大人な部分がね分かんない。じゃあクレハももしかしたら、もしかしたら色こう考えながらやってるだけかもしんないよ。それ表に出すのだけかもしんないから。やだそれ分かんないですよこれ。それ秘密、それシークレットのとこ。いや単純じゃ、じゃほらもう手もう大きく首振ってますから。もう単なる僕の妄想ですけど、明るいだけのキャラクターなんていないんですよって僕は思うんですよ、まあね、何か理由があって明るくね、うん、絶対何かは抱えてたりとかすると思うから、まあ、その辺も皆さんにはお楽しみにね。了解しました。じゃあ座長星野クレハの話をすごくふんだんにしてしまったので、はい、他のキャラクターは全部 ねざっくりといきましょう、はい、続いて僕松田俊樹が演じる辻石海斗くんはですね、はい、クールな性格の高校1年生。自分から他のメンバーにはあまり関わらず一人での練習を好んでいます。歌とダンスが好きという理由でアイドルを目指しているらしいのですが、というキャラクターでね。いや今の話をしていたら全く僕じゃないか。やっぱそうなります。なりますね。なります。ただ一つ違うのは、うん、一人で練習を好んでいる。練習は好みじゃない。練習すること自体はその好みじゃないんだね。そう正直なやつだ。そう全く自分から他のメンバーにあまり関わらず、これは正解だね、うんうん、でもこれ昔の自分うん、うん、最近は今はねそんなことないもん ね今ね、今転換期にまた来た。転換期、関わりすぎて、関わりすぎて甘えすぎたと思って今ね、自分で今自粛中ちょっと離れたりとかしてんだ。そういろいろ考えてんだな。俺の待ち受けが今黙るっていう字になってる。え、そんなシュールな。そう、黙るって字漢字一つにしてる、はい、あのね、何でもかんでもね甘えすぎてわーってね、好きな人に喋りすぎてね、最近ちょっと言い過ぎたなって思ってね、うん、反省してるわけですね。反省してる、静かにしてるんですよ今。はい、まあまあ、その辻石海斗くんはですね、うん、まあ、好きなもの焼肉とか、うん、まあ、クールな設定とね書いてありますけども、趣味が絵を描くことだったりして、うん、あの内面に抱える何かこうね柔らかい部分っていうのもこう設定の中に含まれているまあキャラクターということで、まあさっきね、ユートのやってる星野クレハの方も秘密がどうたらかなっていう話をしたけども、うん、まあ、辻石海斗の方もですねこうやってクールなんで、うん、なんか問題抱えてるっていう部分できっとまあ人情味あふれるところも何かあるんだろうなっていうのは想像の中ではありますね。何かあるからもしかしたらこう、ね、人とはこうちょっと距離を置いてやってるのかもしれないしね、うん、あるある、うん、多分中学校の時にね、多分仲良かった友達に裏切られたとか、そんなある。うわー、ありがち。王道だね。王道だね。王道だね。そして僕はもう人と関わらないことを決めた。あー、俺に近づくな、俺の半径2メートル以内に近づくな、俺の左目が、うう、なんかね、マストシのそういうのついていけないんだよね、ちょっと自分。えマジかよ、だから合わないんだよそりがよ。なんか急にさ熱くなるじゃん、なんか、うん、急にわーってこうさ激高してさ、うん、でスッてまたなるじゃん。だから悪ノリだもん。悪ノリ、あーそれがザ悪ノリってやつなのね。そうそう、上辺しかないってやつだから苦手なんだね。軽くあしらえばいいんだよ。軽くわって、そう苦手なの苦手じゃん、遅いわ今更ちょっと1回目からやめてほしいわ。冗談です、そういうとこも好きです。ありがとう。はい、ということで他にも魅力的なキャラクターがたくさん登場いたしますので、はい、紹介してて、ね、駆け足でキャラクター名と演じるキャストさんを紹介していきたいと思います、うん、まずクレハとカイトの同級生、うん、1年生の五十嵐和之役を演じるのは榎木淳也さん、はい、うん、そして喧嘩っ早いが兄貴肌で仲間思いの2年生向こう葵を演じるのは甲本圭介さん、はい、そして自分のことをかっこいいと信じて疑わない残念イケメンの2年生指導東也を演じるのは木村昴さん、はい、おとなしい性格の頑張り屋2年生の紅雪を演じるのは桐明翔さん、アイドル部でのリーダー的存在3年生の浅田陽一を演じるのは小野裕貴さん、実力はあるが面倒くさがりの3年生有泉昴を演じるのは井原慎さん、はい、そして特例としてアイドル部に所属している中学2年生、うん、桜井東真を演じるのは蒼井翔太さん、そして指導役の OB 灰内克樹を演じるのは谷山紀章さんですね。それぞれキャラクターの性格などの詳しいプロフィールは演じているキャストの皆さんがこの番組ね出てくれた時に語っていただきたいななんていうふうにね。お、出てゲストもねいただけるかな。今後2人だけじゃ持たないのでゲストさんも持たない、ぜひ呼んで。いや全然いけるっしょ。いける。だってもう今でももうさ、だって冒頭から全然進んでるの20分も経っちゃってんだよ。やばいよねだいぶ間延びしてますけれども、うんうん、まあでもねゲストさんなんかも来てくれればねちょっとねよりこう作品がね盛り上がるというかね、はい、思うのでぜひその時に語っていただけたらななんていうふうに思うんですけれども、うん、ね、もし絵が見たいとかまだね見てない方とかもう詳しいプロフィール知りたいっていう方はスタリーパレットの公式サイトをチェックしてください、はい、お願いします、はい、そして現在僕たち9人のグループ名を募集しています、はい、採用された方にはスタッフ
ロール掲載やファーストライブ招待&キャストからグッズお渡しなどの、豪華特典が予定されています、うん、締め切りは4月30日、まあ、今月末ですね、はい、詳しくは公式サイトやツイッターの公式アカウントをチェックしてください。はい、こちらもうね900通以上来てるらしいね。来てるとかでもう本当にありがとうございます。その中からいやだって特典豪華よこれね。いやだってあのさ普通グループ名決めれるだけで得点じゃないけどさめっちゃ豪華なことなのよね。いやもうきっと本当に嬉しいよねアイドルのグループに決められるってね、うん、でスタッフロールに掲載まではわかるけど、うん、ファーストラブもまあ招待させていただいてキャストからグッズを渡しと、うん、いろいろこうちょっとね 手厚いね得点がいろいろあるかも。これ大学生のね、うん、お仕事先をこう探してる人はねスタッフロールに掲載でそこからね DMM さんなりに就職っていう形もあるかもしれない。それでかいね。経歴にかけるから明るい未来が待ってるね。スタバのグループ名決めました。うわあの時の君かってすごいすごいすごい。スタパがねもうどんどん大きいコンテンツになった時にね。そうそうそう時期が時期だからね4月だからそうねいい時期ですよ本当に。まあね大学3、4年生は考えてください。はいぜひぜひまあ大学生だけでもなく、うん、ねあのたくさんの方からねご応募お待ちしております、はい、そしてそしてこちらスターリーパレットアイドルですから、うん、もちろん歌っちゃいます。お曲もね現在絶賛、制作中なんですけれども、うん、こちらで聞いていただきたいと思います、うんうん、ね、まあ、あのこちらで聞いてもらうのがね皆さんに一番あのスタリパレットっていうのがどんなものなのかっていうのがね、うん、分かると思いますのでここでお届けしちゃいましょう、うん、これはですね僕たち2人が歌うバージョンとなっております。それでは聞いてください。スターリーパレット。スターリーなステージでいつかきっと輝いて満点の笑顔見つけよう。君が迷路で迷って立ち止まっているのならこの歌を歌おう。君と同じじゃないと踊り出すよ君の合図で。超えてやるんだ。スターリーなステージでその笑顔に会えるなら悔しさも汗も風になる。君が叩く手拍子で僕のステップ動き出す。スターリーパレットをお聴きいただきました、はい、ということでまあまああのまあ9人曲という形の中で、うん、まずは、皆さんに聴いて、いや、はい、あの一足早く聴いていただきたいということで2人曲を作って、うん、そうですね。クレアとね、はい、カイトの2人バージョンを聴いていただいたんですけど、うんうんうん、本当にねあの制作発表会の時もコメントでもたくさんいただきましたが、うんうん、本当にこう爽やかな元気の出る曲で、うん、僕も本当にもうめちゃめちゃ聴いてますもん。朝起きて聴いたりとか、うんうんうん、なんかもうすごく楽しい曲なんでいいよね、はい、なんか掛け合いがあるっていうのはなんかさ楽しいよね。楽しいよね、うん、やっぱライブのさなんかこう光景はさすごい想像できるしさ、うんうんうん、ねやったら楽しいだろうなとかさいろんなことこう考えて楽しくなれる楽曲だなっていう風に思いますよね、うん、だってライブも結構考えてるんですもんね。ね発表会もうかなり前のめりに考えてるということで。そうそうそうだからそれを意識した曲にもなってますし、うんね、楽しい曲になっております。じゃあ皆さんにもねぜひ覚えてほしいですね、うん、はい、ぜひぜひ。まあ、そんなこの曲公式サイトで視聴もできます、はい、そしてダウンロードもできるということで。あこのすごいですよね、うん、フルでダウンロードできるってまあ、まずないですね。すごいですよ本当太っ腹ですよ、はい、ぜひ皆さんねたくさん聞いてください。はいお願いします。そしてこれからも新しい情報が届き次第この番組で紹介していきますのでよろしくお願いします。いそれではここからは、このコーナーに行きましょう。聖火学園掲示板。こちらは皆さんからいただいたメールを紹介していくコーナーとなっております。初回にもかかわらずたくさんのメールをいただいております。ありがとうございます。先端にした回があったね。ねありがとうございます、はい、早速紹介していきます。こちらラジオネームありちゃんからいただきました、はい、ゆうとくん増田さんぎょーすぎょーす。ありがとうございます。まずはラジオ開始おめでとうございます、うんうん、お二人でラジオやるとき発表で聞き
いいよ読んでいいよ、ね、ラジオをやると聞き、発表で聞きメールしました、はい、月曜の憂鬱な日がラジオのおかげで楽しみになりそうです、ね、お二人で歌ってる曲もいい曲、今後の展開が楽しみですというお便りをいただきました、うん、ありがとうございます、ね、月曜日は結構憂鬱っていう人多いですからね、まあ、そうですよね、そうそう、月曜日ちゃんはだいたいね来ちゃったって言われるパターンが多い、うん、そうですよ月曜日ちゃんはね、俺好きですけどね、そう自分も好き月曜日って、そうそうそう、ほらよくやる週刊少年があれが発売する日だから、あそういうこと、そう僕はワクワクする日曜日なんです、さすがだね、そういう理由なんだね、だってもう月曜日の夜4時にあのジャンププラスの方では更新が始まるから確かおジャンププラス、はい、プラスってもんがあんだ、あるんですよ、おそうなんだってことだけ全部楽しい、ちょっと一言だけいい、ちょっと、うん、ギョスってどういうこと、何今更、いやあのメールにさギョスって書いてあったんだけど、何スタバの公式挨拶に変わっちゃったの、すげえブンブン手振ってますけど、違うよって手振ってますけど、スタッフさんがよかった、いや本当に危ねえって危ねえ言うなよ、もうギョスはこっちはもうね何年も使ってんだわ、知ってる知ってる知ってる、だって俺だっていつも聞いてんもん、いつも聞いてるよな、いつも聞いていつもバカにしてもんな、バカにしてないけど面白いんだもん、じゃあ面白くはない、でもギョスはだからとりあえず、うん、今はって話よ、今何もないじゃん、あな、ね、何もないじゃん、うん、だギョスってだから結構あのもうキャッチーなのよ、ポピュラーで、いやマジキャッチーよ、うん、でしょ、だって一発で覚えちゃうもん、でしょ、何あれって、でしょ、ギョスって何ってなるでしょ、そうなの、それが狙いだから、声優界のだって挨拶でパッピーと並べるのはギョスぐらいだもん、知名度はまだまだねもちろんだけど、でも一発の覚えはやっぱね並ぶよ、当たり前じゃないですか、もう40まで使ってく、50、60まで使ってく気合でこっちやってんですよ、本当に、いやそれぐらいだったらもう最高ですよでしょ、ちょっと待って、ブレずにやってこうかな、これはだから公式の挨拶ではないんですね、これは公式の挨拶ではありません、よかったよかった、あのアリちゃんが送ってきてくれたっていう、それだけは確認できれば、アリちゃんありがとう、ありがとう、ありがとうございます、あよかった、こっちは違いますねよかったじゃねえよラジオネームアルトさんからいただきました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ゆうたさん、ダーマス、こんにちは、こんにちは、スタバーレディを、放送開始おめでとうございます、ありがとうございます、私は二次元アイドル好きなのでこの作品を楽しみにしてました、うん、豪華なキャスト&楽曲制作でこれはハマるしかないなと今からお財布が心配です、だそうです、嬉しい、はい、お財布が心配です、いいですね、沼化することをちょっとねね、沼化するって言うんですもんね、今ね、なんかいいよね、そうだよね、あそこに何々の沼があるとか言うんでしょ、わかるわかる、ね、そういう気持ち、ハマっちゃう気持ちね、うん、でもだってさ、これはスターパワーさ、楽曲ももう今の時点でもう20曲以上を制作しますって言ってるぐらいだから、楽曲もどん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 増えてってさ、で、まあ、まだあの細かくはね詳しくはあの発表されてませんけど、リズムゲームだから、うん、やっぱねたくさんこういい楽曲がね、いい制作人の下で作られたいい楽曲があのそのリズムゲームとなって遊べるっていうのはやっぱこれはハマるしかないんじゃないですか、やっぱり、ね、この個別の媒体で、うん、あのリズムゲーム出すかもしれないし、うん、今ある何かの媒体にこう参入って形で曲提供もあるかもしれないからね、それはすごいですね、うん、僕もだから音ゲーが好きだから、うんうんうん、自分のやってる音ゲーにもし参入してきたらもうそれは嬉しいよね、嬉しいよね、うん、やっちゃうよね、だって今のところだって同時で開始していくコンテンツがいっぱいあるわけですから、うん、プラス作っていけるって言ってるってことは今からアイデアを提供していけばどん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 可能性は、うん、自由に持ってるコンテンツだと思ってる、それはいろんなところから ね、 ね、じゃあいろんな意見をこう送って、そうそうそう、どん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 なんかね、ぜひ参入してもらいましょうよ、うん、だからむしろうちらのこの、ね、コンテンツを、まあ、経営してる会社もそうですけど、どん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 こう一緒にやっていきたいっていう人増えていいんですよね、うん、じゃあ聞いてる人でね、もしね業種が同じ人で、うんうん、もしこういうことやりたいっていう人があればぜひ、嬉しい ね、 なんかね、どん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 なんか大きくしていきたいですよね、うんうん、いろいろ広がりをねするともっとお財布が心配になるということで、そうですねぜひ沼化してください、はいはい、お次のお便り紹介します、はい、こちらゆかりさんからいただきました、おはようございます、鈴木さん、増田さん、こんにちは、こんにちは、ギョス、スタパレディを配信開始おめでとうございます、これは大丈夫です、これは大丈夫です、鈴木ゆうと君の挨拶なので、ね、これは大丈夫なんですよ、大丈夫です、いやこれね問題ないです、読んでていいんだよここいいですか、そうそう、薄くかけてくっていう演出だから俺そうなのね、読みますよ、先日のニコニコ生放送を拝見しました、お二人の仲の良さが伝わり、そして掛け合いがとても面白かったのでラジオでもそれが聞けるのかと思うととても楽しみです、うん、そしてこれからもいろいろと投稿させていただきたいと思うのですが、スタパレディオ専用の挨拶があると素敵だなと思いましたありきたりではありますが考えていただけると嬉しいです、これからもスタパレディオ並びにスターリーパレットの発展を楽しみにしています、はい、ということで、これはもうさ、ギョス以外でダメダメ、それは鈴木優斗が使うべきもの、ギョスタパとか、だから作品ではダメ、すげえハマりいいなお前、ギョスタパ、ギョスタパってなんだよお前でも優斗は使っていいよ、あ、どういうことラジオの専用の挨拶が、ラジオのお客さん、要するにマネージャーたちから来るメールにギョスタパ使っちゃダメだけど、優斗、うん、がギョスタパっていうのはあり、
あ、自分で言うのはね。だからギョスはユードのものだから。あ、嬉しいね、それね、うん、コンテンツ鈴木ユードのものだから。え、ギョスアレンジしやすいものにしますかって。おい、最後にだから巣がついたりとか。最後じゃねえよ、頭だよ。最後だったらかぶっとる方がダメか、プラスってなるだけじゃない、うん、そうか、ダメか。え、だからさ、え、でも本当に今言ったように、うん、スタパー、でもスタパーでもいいよね、言い方気持ちやすいよ。確かにね、うん、スタパーそのままってことだよね。皆さんスタパー、うん、あ、ね、いいね、うん、まあまあ今後ね、またメール募集してからいいのがあったりしたらそれにね、うん、決めたりするっていうのもいいし。そうだね、募集しましょうよね。じゃあ今度決めよう、うん、決める枠作ろう、うん、うん、それにしましょう、作ろう、よし、よし、はい、ということで皆さんね、たくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました、はい、投稿まだまだお待ちしております。以上、聖火学園掲示板でした。スタパーレディオ、ここからはこちらのコーナーをお送りします。ボイスパレットということで、こちらのコーナーはお題に沿ったセリフのアイデアを送ってもらうコーナーなんですが、ここで大事なお知らせをしたいと思います。何ですか？こちらはですね、そのセリフを送ってもらったセリフを僕たちがクレハとカイトでアレンジしてお届けするっていうコーナーなんですけれども、うん、なんと僕たちまだキャラクターでセリフの収録をしておりません。そうやったでしょ、やばいじゃん。歌は撮ったんですけれども、キャラクターがどういう風に喋るのかとか、実はまだ辻石カイトです。絶対違うじゃん、それ辻石カイトです、絶対違うじゃん。違うか、そんなね、おじさんみたいな感じじゃないと思う。おじさん言うな、ね、俺の低いだけの声をおじさん言うな。高校生ですから。おじさんやけど、もう26でおじさんやん。おじさん言うな、27になるわ。おじさんやんまあね、なんで なので、うん、あの、分かんないんですよまだ僕たち、正直どんな感じなのかって、うんうんうん、まあ答えをね、うんうん、答えをまだ知らないので、まあここではちょっとこんな感じなんじゃないかなっていう。あるよね、うん、だってさ、作品ってさ、一人だけのもんじゃないからさ、うん、やっぱり俺ら9人ねいるわけじゃん。そして9人いればさ、やっぱ作品全体のイメージとか兼ね合いとかもねありますので、どうなったか分かんないんですけど、うん、まあ、キャラクターそれぞれこう特徴個性がありますので、うん、それに沿ってその送ってきていただいたセリフをキャラのように読んで、今後まあ どうこう固まっていくと思うので、今後ちょっとズレがあるかもしれないけど、うん、そこはまあご容赦ください。むしろこれを聞けてるのがレアだということにしてもらうでしょう。まあまあでもね、あの、皆さんにこうキャラクターの絵を思い浮かべていただいて聞いていただけると、うん、まあ、そのキャラクターが言ってるって感じで思っていただけるんじゃないかなっていうふうに思いますのでね、はい、そういう感じで聞いてください、ぜひぜひ。行きましょう、はい、ちなみに今回のお題はなんだ、アイドル部にどんな風に勧誘されたいとなっております。まあ、初回ですので、うんうん、ね、直球な感じで行ってみたいと、ね、はい、で早速ね、行ってみたいと思います、うん、こちらラジオネームツインテさん、ツインテさんからいただきました、はい、一緒に青春を謳歌しようよみたいな感じで、爽やかにこう引き込む感じかなっていう。アイドル部じゃなくても私青春を謳歌できますって言われたらどうする。そうだなそこはやっぱり、そこはやっぱりもう僕アイドルやりたいからさ、君と一緒にやりたいんだよ、良さを伝える、君じゃなきゃダメなんだよっていうのが大事なんじゃないですか。熱いね、熱い感じで、やっぱ前のめりなのいいね、前のめりなんだよ、だからもうそれがもう迷惑になってたとしても最終的にはやってよかったなって思わせるぐらいの、多分そのモチベーション持ってるので、パワーあるよね、パワーあると思うので、うん、ポジティブなことしか言えないタイプだよね。そう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 、うん、そうですよ、いいじゃないですか、合ってる合ってる、元気になれるじゃないですか、素晴らしいね、はい、じゃあ続いて僕ですか、はい、お願いします、はい、じゃあこちらね、はい、ラジオネームかなほさんからいただきました、はい、君アイドルにならないか。直球ですね、これ、これ来る？ね、これ入るかな？でも逆に気になるんじゃない？あ、確かに、この人がアイドル部って、そう、君アイドルにならないか、こんなローテンションの人がアイドル部、すごい頭の回転早いよねその人、うん、待て、なんで私に言ったの？あまりこういう風に意思をこう言ってくるタイプじゃないこの子が、なんで私に言ってくるの？まさか私の中にはアイドルとしての天性の後ろにね、モノローグがね、もう何行にもわたってお送りされてるわけでしょ。つまり私はここでアイドル部に入らなければ今後の人生損をする。入ります。そんなさ、そんななんかほんと少年漫画のようなさ、むしろ少年漫画がなかったぞ今ほんと？ってこう考えていくみたいなさ。なるほどなるほど、いやまあまあでもね、直球な感じですけれども、それぞれね、うん、クールな感じで回答はどうなんだろう、もっと強気の方が良かったのかな、どうなんだろうね、君じゃないかもしれない、お前かもしれない、あ、そういうもしかしたらグイグイ感も
ね、違った意味でじゃあグイグイな感じも、うん、かもしれないね。アイドルのことになるとやっぱ熱くなるっていう感じも持ってるかもしれないから、ね、これ面白いねこのコーナー、うん、面白いね、うん、まあね、皆さんもね、もしかしたら今後このコーナーをやっていくごとに、うん、このキャラクターってこんな感じなのかなっていうなんか想像もね膨らんでくるかもしれないので、なんかセリフもね、もうもっともっと今よりももっともっとキャラクターによったものになっていくかもしれないんでね、うんうん、それも僕たち自身もなんか楽しみにねやっていきたいですね。はい、はい、とまあこんな感じで引き続きこのお題でお待ちしております、うん、以上ボイスパレットでした。スタパーレディオ、続いてはこのコーナーをお送りします。アイドル部普及会議。アイドル部そしてスターリーパレットを普及させるための会議を行っていくコーナーです。議題に対しての皆さんからのアイディアもご紹介していきます、うん、ちなみに今回の議題はスタバレディオのノベルティ何がいいです。おー、ノベルティ、うん、作っちゃうんですねこれ。作りますよ、ね、なんでまあ作るっていうのも決定でいいんですよね。じゃあ今後皆さん送っていただくときはですね、うん、氏名と住所、住所の方が大事ですねこれは。本当に大事ですよね、うん、そうですよね。なかったらね、せっかく送ってきていただいてね、はい、採用できても送れないですから。だから採用できなくなっちゃうので、うん、住所を書いてきてください。ぜひ送ってくださいということで、今回とりあえずあのなんかアイディアが届いてるそうなんで、おもうまず読んでいきましょう。一、ね、まあ、つ目、はい、ラジオネームレトコさんからいただきました。ありがとうございま す, ういます。ゆうとくん、としきさん、こんにちは。ギャス、なんちゃ、スタバレディアを開始おめでとうございます。ありがとうございます。議題のスタバレディオのノベルティですが、私は缶バッジのような身につけられるものが欲しいです。だそうです。いいですね、うんうんうん、だからこうスタバとか書いてあって、うんうん、なんかロゴとかあって、うん、なんかそれ持ってるとそれ何ってなるよね。周りの人に聞かれて、これってね、これはねスターリーパレットっていう作品のラジオのとかって、うん、そこで広がってきますもんね。またしかもさ、ノベルティってことは非売品でしょ、うん、非売品なのにちゃんと売ってるものもあるジャンルじゃん、うんうん、缶バッジって。あ、そうだよね。だから缶バッジバーってつけてる中に一個だけこう特別感だ。 あの人採用された人だ、ね、嬉しい。それは嬉しい。特別感すごくあるよね、うん、これもいいね。いいね、身につけられるものいいですね、うん、お次。はい、お次もいただいております。こちらチャンプさんからいただきました。はい、増田さん、鈴木さん、ギョスギョス。ラジオのノベルティですが、アイドル部のファンクラブらしく会員証とかいかがでしょう、ギョスということで、はい、いただきましたよ。ね、もうギョスにいちいち反応しないでよ。却下ですね。ダメです、はい、ギョスって書いてるだけでしょ、はい、ギョスって書いてるから却下なんでしょ。ギョスと俺に返事をさせてしまう。ダメです、チャンプさんに失礼です。本当にもう、うわ、本当に言っちゃった。言っちゃうんだよギョスは。本当皆さんありがとうございます。言いやすいもん ね、うん、まあ、だからファンクラブの会員証、なるほど、ね、これもいいですね。じゃああれだ、ノベルティがこう当たってどん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 配っていくうちに、会員証ナンバーがどんどん更新されていくんだ。そう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 、数字が、ね、0001とかすごい欲しいね。うわ、もうプレミアですよ本当に。俺らでもらっちゃおうぜ。もう0番と1番はとかね。そうそうそう、僕たちがとか言って、みんな1番取らしたらなんか1人だけかわいそうだからっつってさ、僕たちが先に、どっちが0番でどっちが1番って話になるんだけど。俺だろう、俺だろう、俺が0番だろう。え、俺だろう。うっす。座長怖えよ。いつもだったらもう絶対だから。パワーでねじ捨てられんのに座長パワーはな。次いくね。はい。ラジオネームコメさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。鈴木さん、マサさん、こんにちは。こんにちは。さて早速ですが、ノベルティはコースターやステッカーはいかがでしょうか。せっかくのノベルティですし、宣伝という意味ではたくさんの人の手に渡ってほしいということで、コスト面的なことを考えるとありがたい、ありがたいね。あまり豪華なものは大変だろうなと考え、比較的に低コストでオリジナリティを出せそうなコースターやステッカーをご提案いたしました。すごくない、これ。これ関係者ですか、これ。じゃないかな。すごい優しくない。多分ね、何かしら、ラジオというものに優しいリスナー、何かしら関係してるんだよね、うん、ラジオに大きく関わってるとか、その上とか実際費用を出してる側とかかもしれない。から来ちゃったみたいな、うん、でも優しいですね。ありがたいですね、コスト面の方まで、うん、でもやっぱ ステッカーとかってやっぱラジオのノベルティとしてはすごく、うん、下に染みやすいというか、王道というか。やったことある？やったことないんだよね。ないんだよ俺も、うん、ノベルティでステッカーって。でもやってみたいのちょっとない？やりたい。やりたいよね、うん、やりたい。ステッカーってさ、ステッカーいい、こう売ってることとかもさ、うん、他の商品に比べるとなかなか少ない方じゃん。そうだよね。ゆえになんかね、特別感がもっともっと増えそうな気がして。わ、いいかもね。いいじゃん、いいじゃん。これでも こちらも来てます、こちらも来てます、はいはいはい、こちらはですね、すずさん、すず、呼び捨て希望すず、すずさんからいただきました。鈴木さん、増田時さん、はじめまして。はじめまして。そして初回放送おめでとうございます。はい、はい、今回の議題のノベルティについてですが、私はステッカーまたはブロマイドなどがいいと思います。どちらも飾って楽しむことができるのでいいのではないとないかと私は思いますっていう。ステッカーって貼らないの？貼るでしょ。貼るでしょ。貼るでしょ。パソコンに貼ろうよ。
貼ろう。携帯に貼ろうよ。携帯貼ろう。カバンに貼ろうよ。貼ろう。ほっぺたに貼ろうよ。ああいいかもしれない。ライブとかで。ライブに貼っ、ライブでほっぺたに貼っちゃう。ライブでさ、ほっぺとかさ、なんかさ、腕とかに貼ってる人いない？ステッカーって貼れ、貼れるんだね。なんかすぐ汗とかでペロってなっちゃいそうだね。じゃあステッカーを貼るためのリストバンド売ろう。そこまで考えちゃう的な、うん、分かった。まあ、先ほどもちょっとおっしゃってましたけど、やっぱコスト面的にも助かる、うん、お財布にも優しい。まあ、でも俺らの一存じゃやっぱ決めらんないから。そっか、一応なんかこう、どうなんですかこれステッカー。 あ早いな。ステッカー丸だ。ニコニコ笑顔でステッカーですよ。じゃあ言うともステッカーがいい。ステッカーがいい。僕はほんとステッカーがいいなと思う。じゃあ俺も。じゃあこれもう1回目にして、皆さんからもなんかどうやらステッカーっていうお便りもたくさんいただいてるみたいなんで、うんうんうん、ステッカーでこの会議決定とさせていただいてもいいんじゃないですか。よし、ね、よしよしよし。早いね。いいねいいね。もっと悩むかなと思ったけど、やっぱりやっぱりね、やっぱラジオと言ったらなんかステッカープレゼント ねやっぱいいですよ。いいですよ、うんうんうん、ね。まあこれからね、スタッフさんの方にはステッカーの制作取り掛かっていただいて、うん、まあもちろんね、ほら今案出てきたさ、コースターとかさ、うん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 、缶バッチっていったものはさ、いろいろこう商品としてね、いろいろ案として多分今聞いていただけたと思うし、うん、ね、なるんじゃないですか今後ね、うん、もしかしたらね、うん、と思うので、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思いますね。はい、はい、それでは次回の議題を決めたいと思いますけども、どうします？さっきちょっとね、一瞬チラッと出てた、ちょっとあの伏線貼っときましたけど、やっぱり伏線だったの。あ、そのためのギャスどんだけ頭いいんだよお前。決めましょうっつって。やべ、俺手のひらで踊らされてるわ。違うよ、マスト氏が言ってくれたからだよ。え、マスト氏が決めましょうって、うん、今後。あれ言わされたんだよ俺、ギョスのせいで。そうなんですよ、目で合図送りましたから。くそ、これ気持ち悪い。目でって、目ではやめてくれ。合図送ってますから、常にアイコンタクト大事ですから。じゃあ番組挨拶、挨拶にしましょう。わかりました、これ大事ですよ。次回の議題は番組挨拶です、うん、はい、皆さんぜひ考えて、たくさんね、メールでね、来てください。はい、ね、次の議題へのあのアイデア、うん、ね、こういうのをあの議題であげたらいいんじゃないかっていうアイデアもお待ちしておりますの で、 了解です。ぜひ送ってきてください。はい、以上、アイドル部普及会議でした。スタパーレディオ、スタバレディオ、そろそろ下校のお時間です。番組では皆さんからのメールを大募集しています。宛先はスタパアットマーク響き -radio.jp、 スタパの綴りは STAPA です。番組ページにあるメールフォームからも投稿できますよ。そしてここでお知らせです。ツイッターでのフォロー&リツイートキャンペーンを実施中です。スターリーパレット公式アカウントをフォローして指定のツイートをリツイートすると、抽選で総額10万円分の DMM プリペイドカードや出演声優の色紙が当たります。対象期間は4月30日までです。はい、そして響きラジオステーションでは、会員登録サービスを実施中です。会員になると番組をお気に入り登録したり、この番組の楽屋裏トークも聞くことができます。さらに響きラジオステーションの Android、iOS アプリがリリース中です。お手持ちのスマートフォンでいつでもどこでもスタバレディオを聞いてくださいね。うん、楽屋裏トークまだ撮ってないよ。この後ですよ。この後にあるんだ。この第1回のこう、まあ反省とか感想とかをこの楽屋裏トークでたっぷり話していこうかな。反省なんかないよな。反省ないよな。もうないよな、正直な。やべえな、俺らだもんな。じゃあめっちゃ面白いこと言ってやろうぜ。そうだな、うん、楽屋裏トークめっちゃ楽しいトークを楽屋裏でも繰り広げるので、本編に負けないトークしなきゃいけないね。そうですそうです、うんうん、ぜひ皆さん聞いてくださいということで、はい、第1回目でしたけれども、記念すべき、うん、どうでしたか。いやー、スタバがどう、え、としこちゃん、としこちゃんどうでしたか。そうねそうね、スタバって作品がどんなものか、うん、この前ね、ニコ生でちょっとこうね、うん、作品の概要を示したのと、あと公式サイトを見ただけではまだまだわからないところがたくさんあると思うの、うんうん、それはストーリーの深み、どういったものになっていくのかっていうところなんだけども、うん、やっぱりこんなにね、色鮮やかなキャラクターたちが揃って、うんうん、どういったものっていうのがね、青春キラキラしたものがあるっていうのはやっぱりなんか女性がやっても楽しいし、うん、男たちが、僕たち演じる側が見ててもやっぱり気持ちいいものであるっていうのはやってて多分楽しいはず。そうだよね、うん、なんかこうバラバラだったものが一つになっていくっていうのはやっぱこう胸が熱くなるものがいいね、あるもんね。それをまとめるのがあなたですよ、うん、頑張りますよ。座長座長とマストシに言われ続けてますけれども、うん、座長なんですもんね僕が。座長ですよ。わかんないですけど、まあでもね、この作品はまあみんなが
こう主人公っていう、うんうんうん、ね、あのみんながこう同じものに向かって目指していくってあれなので、うん、みんなでこう力を合わせて頑張っていきたいっていうところもあって、まあ、このラジオも皆さんのね、あのもどんどんこう参加していただいて、参加型のねこうラジオにしていけたらいいなって思いますので、皆さんこうたくさんアイデアとか感想でもいいので、どんな小さなことでもなんかこうお便りで送ってきていただけると励みにもなりますので、うん、ぜひあのお力を貸していただけると嬉しいなっていうふうに思います。マネージャーですもんね。そうなんですよ、皆さんマネージャーですので、いろいろこう僕たちのね、あのなんかこうフォローというかね、うん、あのしてくれると嬉しいなって思いますね。はい、はい、ということで第1回目ね、皆さんもね楽しんでいただけたでしょうか。ということで、それではこの番組のお相手は星野クレハ役の鈴木優斗と辻石海人役の増田俊樹でした。バイバーイ。この番組は dmm.com の提供でお送りしました。